梅田オールウェイズにお越しくださいましてありがとうございます。今日はですね、安博富士&ヒズフレンズトリビュートザ・ブレッカーブラザーズバンドということでですね、1975年から1982年の間に活躍いたしましたブレッカーブラザーズというバンドの難曲、奇曲のですね、数々をお届けしたいと思っております。1曲目はロックスっていう曲で、硬いものとか岩とかそういう曲でございますね。次の曲はですね、スリックスタッフという曲でございまして、スリックっていうのはツルツルと滑るとか滑らか、スタッフはものでございますね。スリックスタッフ、滑らかなもの、お届けしたいと思います。
ありがとうございます。2曲目スリックスタッフ滑らかなツルツル滑るものという曲をお届けいたしまして、オントランペット中井達也、オンテラサックス池田健、オンキーボード小浜さゆり、私がですねこのザ・ブレッカーバンドに出会ったのはおよそ30年前20歳の頃でございましてですね、その頃私は京都のにある大学で単位を落としまくってたわけでございますけども、大学ではねその大学はオーケストラが有名で次にビッグバンドが有名だったんですけど、どっちもなんか体育会系でちょっと怖かったんで軟弱な僕は吹奏楽団にいてですね指揮者をやっておったわけでございます。でポップス系のサックスといえば T スクエアしか知らなかったんですけども、なんかこうジャズっていうものにも憧れがございまして、ジャズにはスイングジャズとかハードバップとかいうものがあるとかいうねあやふやな知識を得てですね、CD 屋さんに行きました。そうしますとですねそこにパッと目がついたのがヘビーメタルビーバップっていう CD がございまして、ね、これかビーバップはと思ってね買ってきたわけですね。そらかっこいい CD でございまして、それがザ・ブレッカーブラザーズバンドとの出会いでございました。で、そのブレッカーバンドっていうのは、ブラザーズっていう通り兄弟でやってまして、ランディ・ブレッカーっていうのがお兄ちゃんの方でトランペットなんです、ね、で弟の方がマイケル・ブレッカーっていう名前でテナーサックスをやってる、その2冠で、活動をしてる。でこのバンドの音楽いつかやりたいと思ってたんですけど、よう考えたら僕の持ってるのってアルトサックスなんです。いらん子なんです。でも1枚目のアルバムと2枚目のアルバムだけは、その2巻にデビッド・サンボーンっていうねアルトサックスの人が入ってて3巻編成でやっずっとやってくれたらよかったんですけどね、もう嫌になったんでしょうねこんな音楽ね、きっとねデビッド・サンボーン最初の2枚だけ3巻でやってるんで、その中の曲を中心にお送りしておりまして、1曲目と2曲目は、初期のアルバムからお送りいたしました。で次にお送りしますのは、Above and Below、 上と下ですね、上と下という曲、天井天下って言ったらなんか唯我が独尊みたいな単語が思いつくんですけども、言葉の意味が分かってないのであんまり喋らないようにしようと思うんですけども、このブレッカー今お聞きいただいた通り結構ややこしい曲なんですよ、ブレッカーブラザーズの曲って。で譜面を作るのが大変なんですね。でだいたい僕これ十何年前、その頃僕多分サラリーマンだったと思うんですけども、サラリーマンの時期に10曲ぐらいこう音聞いて譜面作って作り上げてですね、絶対仕事してなかったなっていう自覚があるんですけども、でものすごい一生懸命作るんですけど、最後タイトルの綴りが違うとかいうこうご指摘を受けてですねすごい悲しい気分になった。アボッベって書いてあったんですけどね、正しくはアバブ&ビローという曲をお届けしようと思います。
がとうございます。アバップ、アバブ&ビローですね、お送りいたしまして、本当にこのテンションで最後までやるんですかね。ブレッカーブラザーズの曲ってなんかね、しっとりとした曲ってないんですよ。ないんです。ファーストセットあと3曲ぐらいやる予定なんですけども、まあまあ同じようなテンションで突っ切りますし、セカンドセットになっても何か変わることもなく、人が増えようこともなく減ることもなくですね、このメンバーで最後までやりきっていこうと思っております。次の曲はですね、ストラップハンギン、ストラファンギン、ストラップハンギン、ストラップ、ストラップってこうサックスとかを吊るす、ね、でハンギンっていうのは吊り下がってるもの、ストラップに吊り下がってるもの、サックスですかね、っていう曲をお送りしたいと思います。よくわからない前奏と後奏がついているのが特徴で、きっとパーカッションのルーザーがいろんな小道具を叩いてくれるんだと思いますので、そちらにもご注目ください。ストラップハンギン、
今の最後のベルだけがクリスマスでございます。今日最初で最後のクリスマスでございます。今日のために持ってきました、はい、ありがとうございます。オントランペット中井達也。中井さんはですね、関西のビッグバンドジャズ界ではおそらく知らない人はいないと思われるですね、いわゆるハイノートトランペッター、リードトランペッターですね。関西を代表すると言っても僕は過言じゃないと思うんですけども、中井さんのことを知ってる人がね、聞くとですね、なんでブレッカーブラザーズに中井さんなんだろうという疑問も若干浮かぶかもしれない。他にもジャズトランペッターっているじゃないですか。さ、いるんですよ。でもね、ランディ・ブレッカーって音が結構丸いからあんまり高く聞こえないんですけども、実は結構高いんですよね。普通の、ジャズ系のトランペッターが今の音量でこの曲を吹くと、多分2曲ぐらいで帰ってしまうと思うんですね。なもんで、不死身のリードトランペッター中井達也を呼んでこのバンドを組んだわけでございますが、彼が率いるビッグバンドに、スピリットジャズアンサンブルというバンドがございます。でですね、この中でですけど、私がそのバンドのリードアルトを吹いておりまして、テナーサックスは池田健がテナーサックスで、ピアノは、小浜さゆりが弾いておりまして、ドラムは酒井直がそのバンドを叩いてると。で、もともとはですね、そのビッグバンドは あったんですよ。もともとね、もう20年ぐらいやってますからね。27年やってます。で、結構僕は10年ぐらい前から、まあ、若干断続的にそのバンドに加入しておりまして、その時はこの2人だけだったんですよ。で、このバンドを組んで、こう中井さんと一緒にこう音楽をしていく中でですね、一人一人こうつまんでいってですね、自分のビッグバンドのメンバーに引き入れていくという行為を彼は行ってまして、なんとなくなんか SJE スピリットジャズアンサンブルというビッグバンドの子会社みたいになってるんですよ。違うんですよ、僕横に全然独立したもんだったんですけど、いつの間にか内数になりつつある、というスピリットジャズアンサンブルのライブがですね、出てますね、2月5日来年の2月5日、こちら梅田オールウェイズで夜18時オープン、18時半スタート、今日と同じ時間に開催いたしますので、ぜひ皆様また懲りずにこの大きいトランペットの音とやかましいサックスの音を聞きに、もっと増えますからね、トランペット4人とかね、サックスも5人とかいますけども、それはまた違うアンサンブル でゲストがね、増田幸男っていう僕の長年の、盟友なんですけども、とてつもなく やかましく面白いボーカリストを用意しておりますので、ぜひお越しいただければと思います。スピリットジャズアンサンブル代表、中井達也オントランペット、よろしくお願いします。ということで、あと2曲あるんですけど、次の曲はですね、ファンキーシー、ファンキーデュー、ファンキーな海、ファンキーな雫というですね、多分今回の中で一番静かな曲お届けしたいと思います。
がとうございます、ファンキーシーファンキーデューお届けいたしまして、ようやく一部のラストの曲にたどり着くことができました。ちょっとなんかね、始まった瞬間割とテンション高くって、自分たちのなんか2曲目ぐらいでやばいなと思い始めてたんですけど、とりあえずここで折り返し地点を迎える。次の曲はですね、とにかく難しい、まあ、全部難しいんですけども、ノットエチオピアという曲をお届けしたいと思います。エチオピアではない、エチオピアではなかったら何なんだろうと。ジャズの曲って結構いい加減な曲ありますよね。あのナイジェリアを反対から呼んだらエア人とか、ノットエチオピアもじゃあ何なのっていう気持ちになる曲ではございますが、その曲で一部を締めくくってちょっと休憩をいただきたいと思います。ご休憩の間、ご休憩って僕らが休憩するんか、インターバルの間ですね、お飲み物とか頼んでいただいて、もうちょっと酔っ払っていただくともうちょっと音楽がうまく聞こえますのでですね、楽しんでいただければと思います。ラストの曲 Not Ethiopia。Thank you.
付き合いいただきます。しばしご判断を。Thank you.
皆様お待たせいたしました。セカンドセット始めさせていただきたいと思います。Thank you.
がとうございます。1曲目ナイトフライト夜間飛行の旅お届けいたしました。ちょっとずつメンバーを紹介していただきいきたいと思います。1曲目随所に活躍いただきましたリズム隊ですね、オンドラム酒井直もう大阪兵庫、ね、関西一円あちこちあちこち、大人気のドラマーでございまして、コロナになる前は年間200本ぐらいライブをしてたんじゃなかろうかと思うタイトなグループが持ち味のドラマーでございます。猫はですね2匹名前はレノとメロでございますね。オンドラム酒井直そしてオンパーカッション西村直弘1曲目なんかどこに飛んでいくのかよくわからないドラムソロをねパーカッションソロを展開していただきまして、今大阪庄内にですね、西村直弘ドラム&パーカッション教室ということで、ドラムも教えパーカッションも教えている。徐々にね3年ぐらい前にコロナと同時に教室を開設した彼なんですけども、徐々に生徒が増えてまいりまして、あそうそうそうね、だいたいこの辺の教室のホームページは後で紹介する津田くんが噛んでいるわけでございますが、その効果もあって徐々に人気の教室になってきております。猫は2匹でございますね。お名前はニナとニコでございます。オンパーカッション西村直弘ということで次の曲に行ってみたいと思うんですけども、次の曲のタイトルはですねバッフルドという曲でございます。ちょっとこれ変わった感じの曲で、多分これをライブでやろうっていう人はあんまりいないんじゃなかろうかと思うんですけどもね、途中トランペットがフィーチャーされるシーンもあって不思議なタッチの曲で、バッフルドっていうのは困惑するっていう意味らしいですね。困惑するっていう曲お聴きください。Thank you.
バッフルド困惑するという曲をお届けいたしまして、このバンドに呼ばれて一番困惑したのは彼かもしれません。オンギター中尾太一中尾さんもね、宮古島の方でギタースクールをやってられますが、これはねまだギタースクールやる前からねこのバンドは多分一緒にやってたようなだと思うんですけども、彼はですね基本的にはロック少年ブルースね、そちら方向の村からやってまいりましてですね、基本的にこんなにたくさんコードが書いてある曲はあんまりやりたくない、困惑するバッフルドね、どうやって抑えんねんこの曲はっていう。でもあのブレッカーブラザーズっていうのはね、なんかジャズギタリストのテイストでもないんですよ。やることは難しいんですけども、魂サウンドにはロックがないといかんということですね、その辺のバランスを鑑みまして白羽の矢を立てていたんでおりますが、活躍いただいておりますオンギター中尾太一そして同じくこのバンドで多分一緒にやり始めたと思います。今もねかっこいいベースラインをずっと刻んでいただきました、オンベース津田藤弘彼もねベース教室をどこだっけあれなんていうとこだ大阪の関目で、営んでおりまして、もうなんか生徒さんもいっぱいであんまり受け付けてないような気分するんですけども、人気のベース講師で、去年まどかひろしさんのあの番組でね隣の人間国宝っていう番組にご出演されまして、無事隣の人間国宝の認定を受けたという。次の目標はあのまどかひろしバンドのサポートメンバーとして入るということなんでね、来年叶えていただけたらいいなと思っております。オンベース津田藤弘ちょっとで、キーボード今日はですねエレクトーンの上だけを持ってきております。エレクトーンって上鍵盤下鍵盤ってあって足鍵盤っていうのがあるんですけども、今日はベーシストもパーカッションもドラムもいっぱいいるんで上だけということで、ガンダムで言うたらゲルググみたいな状態ですね、エレクトーンを持ち込んで弾いていただいております。オンキーボード小浜さゆりゲルググわからんかな、あの足がないやつな、エレクトーン界ではなかなか名が知れたプレイヤーでございましてですね、なんかエレクトーンやってる方がおられるかどうかわからないんですけども2級っていうグレードを持ってて日本でも数十人しかいないという使い手でございまして、今日は上だけでゲルググでございますが、飛行機の音もね何でも出る楽器で参戦いただいております。そしてオンテナーサックス池田健彼もね京都の
京都にある大学で学生時代単位を落としまくってたと思うんですけど、彼はビッグバンドにも入り、なんやったら隣の大学のビッグバンドにも入るということで、学生時代からバリバリと活躍してて、なんかね時々会うんですよ、学生時代の池田君を知ってる人はね。もうなんか1回生の頃からブレッカーのコピーぐわーやってましたっていう噂もこの間聞きましてですね、素晴らしいテナサックスプレイヤーでございます池田健で、どうなるんだ、こっちから半分かな、この 1,2,3,4,5 この5人で組んでるバンドがあって、別に誰かを仲間外れにしたわけじゃないですけど、まあ、いろんな事情があってこの5人で組んでるバンドがあって、ヘッズ&テイルズというなんとなくつけた名前のバンドがございます。で、こちらサイド5人とですね、日本を代表するジャズギタリストの布川俊樹さんをお迎えしてですね、こちら梅田オールウェイズにて2月9日木曜日、19時半平日やからね、オープン19時のスタート19時半ということで、これ要するに僕らってビッグバンドで2月5日来て2月9日にもこの辺は来るということなんで、皆様もぜひ2月5日と2月9日、スケジュールを押さえておいていただけると嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。それでは次の曲3曲目ですね、お送りしたいと思います。タイトルはスクイッズ、イカですね、イカという曲お聴きいただきたいと思います。
お届けいたしました。音楽にメッセージ性は必要かっていう命題があるんですけどもね、音楽ってもともといろいろ宗教的な神事であるとかですね、そういうものと紐づいて発達してきてですね、その過程においては今あるブラスバンドとかもね、もともと軍楽隊で軍の指揮を鼓舞するとかですね、その後にはですね、また反戦のメッセージを込めた音楽であったりとか、いろんな音楽があるわけでございます。でもブレッカーブラザーズの楽曲からメッセージ性を感じることはないですよね。イカですから何にもメッセージ性は感じられない。ただ純粋にですね、その当時なかった新しい音楽っていうのを作ろうと、こんなんやったらかっこええんちゃうか、あんなんやったらかっこええんちゃうかっていうですね、実験、聞いてる？え？イカ出てきた。あ、スクイズね、刺さってる？なんか俺今いいこと言おうとしてたけど何の話か忘れてもうたやんかさ。そうなんですよ。そうなんですよね。なんで J-POP のようなね、会いたくても会えないとか、追いかけてもつかめないとかですね、涙の数だけ強くとか、そういう思い全く抜きにですね、純粋に楽曲を楽しめるっていうところが僕は結構ブレッカーブラザーズの
好きなところでございまして、以下お届けいたしまして、残るところ残すところ、2曲プラスサムシング、おもう2曲ですね、次の曲なんですけども、シルバラードっていう曲を演奏しようと思います。これはブレッカーブラザーズが作った曲じゃなくて、ボブバーグっていうね同世代に活躍したテナーサックス奏者の曲なんですけども、お兄ちゃんのそのトランペッターのランディ・ブレッカーと2巻でやってる CD とかもあって、かっこいい曲で、ちょっと毛色を変えてみようかなと思って、唯一今回ブレッカーブラザーズのアルバムには入ってない曲お届けしたいと思います。シルバラード、
シルバラード、シルバーっていうのは銀ですね。でエルドラードっていうのが黄金鏡っていうのがあって、その2つを組み合わせてシルバラードっていう単語で、シボレーとかの車にもなんかシルバラードっていうなんかそういう車種名前があるそうでございますが、唯一なんか意味のありそうなタイトルの曲をお届けいたしましてですね、名残惜しいところではございますが、次で最後の曲なんかないんか、あからさまにですね、絶対にブレッカーブラザーズのカバーバンドって言ったらやるだろうという曲を抜いて次が最後の曲となってございますのでですね、その辺の空気感を察してですね、最後の曲はありがとうございます、そうそうそう、今日はなんだっけ YouTube のライブ配信っていうのもやっておりまして、私自分の紹介を特にしてなかったんですけども、今日タイトルにもね煽られてましたけども、 YouTube チャンネル登録者4万人記念、わーみんなありがとうございます。ジャズのサックスのソロの簡単な例っていうのを挙げておりまして、コロナになってから本気でやり始めて、テナーサックス150曲ぐらい、アルトサックス150キロ曲ぐらいですね、延々と上げ続けて、なんとなく海外の方を中心にですねファンが増えて、なんとそれで今はほとんど夫婦の生活費を賄っているというですね、それは YouTuber というのではないか、小学生の憧れの職業の憧れの職業ってね、一番上だけ見たらそりゃいいよね、なんかヒカキンとかなんかなんとかなんとかとかね、野球選手だってさ、野球選手になりたいって言ってイチローとかになれたらええけどさ、多くの人は2軍でね、1回も1軍でまま終わったりするわけでございまして、小学生の憧れの職業になった気分はですね、結構大変でございますと、なんか普通の会社に勤めてた方がまだマシなんじゃなかろうかっていう、なんか日々何かをあげなきゃいけないっていうプレッシャーとの戦いで、頑張っておりまして、今日も YouTube を通じてたくさんの人に見てもらってると思って、チャットもスーパーチャット等も皆様ありがとうございます。多分英語の人が多いんで何を言ってるか何も伝わらない気がするんですが、それではですね、有名な一曲を残して最後の曲、タイトルはですねスポンジでございます。スポンジ、ここに至ってもうタイトルスポンジってもう本当に何のメッセージもない曲で一旦のお別れとしたいと思います。今日は皆様長い間お付き合いありがとうございました。
Thank you.
いやいや、ありがとうございます。わ、絶賛アドリブ中、人生49歳、ありがとうございます。皆さんもアンコールの手拍子ありがとうございます。あからさまなアンコール要求とともに最後の曲を終えたわけでございまして、一応やっぱりブレッカーブラザーズカバーバンドというからにはこの曲はやっておかないといけないという曲を最後の最後にお届けしてお別れしたいと思います。またいつ頃でしょうかね、またメラメラと闘志が湧き上がってまいりましたらこのバンド、ライブさせていただきたいと思いますので、ぜひまた、お越しいただければと思います。ありがとうございます。すごい、ブラジョン・ブラブレイブレイズさんですね、ありがとうございます。サンキューベリーマッチ。オントラペット中井達也、オンテナーサックス池田健、オンギター中尾太一、オンキーボード小浜さゆり、オンベース津田藤博、オンパーカッション西村直弘、オンドラムス坂井直、そしてアルトサックス私藤井康弘でお届けいたしました。どうもありがとうございました。ラストの曲いってみたいと思います。サムスカンファンク。
ありがとうございました。またお会いしましょう。ごきげんよう。